はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ2019年も10月です。残りなんとも今月含めて10月11月12月とあと残り3ヶ月。いや早いですが、っていうか10月入ったということでもう増税しちゃいましたね。 8% から 10%。 皆さんね、ちょっと細かいものでもねお買い忘れないですかね。まあ今言っても仕方ないんですけども、まあ小さいのがこう塵も積もれば結構大きな額になるんでね、増税っていうのはなんとなくもう嫌なもんですけども、さあ今月ね、まあそれをね吹き飛ばすような今月の新商品はどんなものがあるのか、早速タカラトミーのねホームページを見てちょっとねトミカの新商品見ていきましょう。時間に余裕があればプラレールの方も行きたいと思います。余裕がなければプラレールは別で撮ります。さあでは参りましょう。あ、てかちょっと待って、はい、これなんだこれ、あ、大阪モーターショー、大阪じゃないわボケてた今、東京モーターショー2019に今年もトミカが出展ってことは、これもう情報出てるんですかね。僕ちょっとまだ知らないですけど、東京モーターショーのオリジナルのトミカとかが発売されるのか、一回ちょっとクリックしとこうか、気になるからね。まあ多分ね、毎年のことなんでなんか出そうな気もするんですけども、お、開催記念トミカの販売に加えて書いてるやんか、もう書いてるやん。いや全然知らなかったよ。やったやったっていうか、これいけるかどうかわかんないですよね正直いけるかどうかわかんないですよ。10月の24日から1月ちゃうわ、長いな11月の4日まで第46回東京モーターショー2019が東京ビッグサイトお台場周辺エリアで開催されるよ。あ、行きたい、これで行けたら行こう、行けたら行こう。うわすごいな、ちょっと概要見ようか。オリジナルトミカの車種とかってまだ発表はされてないっぽいか、ちょっと今まだ出てないよね多分ね。ちょっとあったらまた探そう。うん。ということで発表されたらね、ちょっとね、また紹介したいと思います。これからの情報更新お楽しみってここにも書いてますね。はい。なので発表されたらまたね、見ていきたいと思います。やったね。とりあえず出るってことは嬉しいですね。で、もう一回ちょっとトミカのトップ行って、この辺はちょっと新しいのないかな。東京モーターショー今知ったけど、あと売り物の DVD とか、まあこの辺はあれですね。あ、ハイパーレスキュー2号ね、ごめんなさい。買ったんですけどね、まだ紹介してないんで、できれば明日ぐらいにはね、もうお届けしたいかなと思ってます。で、それ以外特にないですね。うん、ないとしよう。さあさあ、それではね、新商品早速行きましょうね。これか、新商品情報、10月ですね。まだ頭にちょっとしか情報は入ってないんで、新しい発見あるかもしれませんけども。さあ、では早速行きますが、まずトミカ普通のラインナップですね。今月は、まあ、先月に比べるとちょっとインパクト、あ、でもあるかな、三岡ロックスターがあるんでインパクトは結構強いですよね。ロックスターの方が初回特別仕様ラインナップされてますね。で、久しぶりになんかこうサスペンション以外のこのギミック、ロックスターの方はね、あのソフトトップが脱着できるんで、なんかちょっとこれだけでも嬉しいかなと個人的には思います。色はね、ほんとあの通常がブルーに対して初回がね赤色で、まあ真逆といったからですね。ルーフもね、ルーフじゃないわ、ソフトトップも黒と白なんで、本当に真逆といった感じですね。ぜひ並べてちょっと眺めてみたいものです。三岡系はね、本当あの独特のフォルムがねめちゃくちゃいいんで、そのね感じがどこまでトミカで再現されてるのか非常に楽しみですね。で、あ、ギアの方全然触れてなかったんですけども、こちらツートンカラーですね。メインのボディカラーは黄色で、あとルーフや、あとこのね窓の枠のところかな、ここね、あと後ろのところとか、まあいろんなちょっと細かいところは黒色なんですけども、あ、横はシルバーになるのかな、ここはね。まあ非常に可愛いトミカになってるんじゃないかなと。これも結構ね楽しみなんですよね。うん、良さげですよね。ちっちゃい子とか人気でそう。で、こちら2車種は今月は発売はね、10月の29日第3土曜日になっておりまして、廃盤になってくる車両が75番が同じ鈴木で、ハスラー、75番ハスラーねが廃盤になるのと、あと103番の方が、トヨタのランクルか、ランクルが廃盤になってくるので、ちょっとランクルは買っておきたいですね、個人的にね。ランクルはちょっともう1台ぐらい予備買っておこうかなとは思います。皆さんもね、ぜひね、お忘れなく。で、続いていきましょう。はい、こちらトミカワールドハイパーレスキューアクティブチェンジャーということで、05と06ですね。5番の方がレスキューホバーということで、こんな感じでアクティブチェンジする車両。これはホバークラフトっていうかな、レスキューホバーってことは。うん、なかなかいい感じですね。パカッと開いて変形ね。まあ、ここはおなじみですかね。で、AC スポットベースが1枚くる。これもね、毎回ついてくるんで、まあまあいいんですけど、毎回ついてくるんで、いっぱいになってきましたね、うちもね。はい。で、06番がファイヤーシップね。こちらがもう見ての通り、こちら、はい、はしご消防車といったところでしょうか。すごいね。変形するとこんな感じで、はしごピョーンって伸びて、多分ここはね、手動で伸ばすと思うんですよ。はしごの部分ね。ここがピョーンって伸びて、先端からこれ何かしらが出てくると。はい。あ、
ファイヤーシップってことはこれも船なんですね。ってことはレスキューホバーにしろシップにしろなんかこう浮かぶ感じが今回はこうちょっとイメージされてるかな、この2つのチームは。なるほどね。どちらもね非常に楽しみですね。で下行きましょう。はい、ドリームトミカトイストーリーね、ちょっと遅れて登場でございますが、左側がね08番スリンキードッグ&ダンボールトイボックス。かわいいね、ちゃんとこれねスリンキードッグがね外せるようになってますね。外せなかったらちょっと泣きますけどね蓋をすることもできます。これをトミカにしてしまうって本当に面白い感じですよね。すごいね、ダンボールですよ。トミカもついにダンボールですよ、ね、なんて日だということで、はい、次行きましょう。隣が06番のハム&アンディの椅子。いいね椅子もトミカになっちゃうね。コマついてりゃいいって話で怒られるか。いいっすね、ダンボールと椅子です。今月はドリームトミカ、ダンボールと椅子が登場します。いろんな意味で楽しみです。でごめんなさい、ドリームトミカまだありました。はい、こちらがライドオントイストーリー、レックス&スケートボード。これが10番ですね。レックスとスケートボード、まあまあそのままなんですけどもね。こちらもレックスもちろんね乗り下ろしすることができるようになっておりまして、こんな感じでスケボーもトミカになると。これ前何回前言うねやろ前からあったような気もしますね。あったよね、なかったかな。トイストーリー系のトミカ僕ちょっと詳しくないんで申し訳ないんですけどね、ぜひちょっとね、さっきのもこれもしあったらごめんなさいね、ダンボールと椅子もあったらごめんなさいですけども、ちょっとコメント欄で教えてください。でそのお隣、これはね確実にねあったって覚えてるんですよ僕ね。ちょっと苦い思い出があるんでまあ知ってる方は知ってると思うんですけどね。このねピザプラネットトラックね、これは僕前に買ったんで今回は買いまー、わかんないまだ決めてません。まあこんな感じで多分ほぼほぼ前のやつと同じギミックだと思います。多分2年前かな3年前かなに発売されたピザプラネットトラックと多分同じですね。うん、まあ細かいところは違ってくるのは分かんないですけどね、正直ね。まあといった感じです。で下行きましょう。トミカプレミアム、これがね、これがですよ、これがだよ、何回これが言うんやろうかF40 ね、もうもちろんもう皆さんはもう頭の中とかこれ一色ですね。今月はね、ちなみにあの発売日は第3土曜日になってるんで、まあ三岡ロックスターの初回と、あとはねこの40も発売記念仕様が出るんで、ここをね狙っていきたいところですね。でちなみに僕はあのネットとかでも全く予約ができなかったので、実店舗で頑張って並んで買おうと思っております。ただ前日にまあどっかで買えるかもしれませんけどね。まあ難しいところなんですがね、プレミアムはねちょっとね本当難しいですよ。で最近ね宝トミーさんね、あれなんですよ、フラゲーって結構ねあの厳しくなってる、正直ねいろいろな人から話聞くんですけど、まああのフラゲ厳しくなってるんで、まあ僕もね多分厳しいじゃないかなと思うんですよね。本当はね土曜日の朝にお届けしたいっていう感じはあるんですけど、まあそれまでに動画用意できるか正直わからないんですが、なるべく頑張ります。はい、プレミアムは厳しいやろな。うん、話ちょっとずれましたけれど、はい、F40 がねこちら通常版と発売記念仕様が登場。そして32番の方がフォルクスワーゲンタイプ1ですね。こちらも可愛いですよね。いいね。まあどちらもちなみにあの今回これ番号がナンバリングが拡張されておりまして、ナンバー31と32ということで、はい、これがどこまでね出るのかちょっと僕は知らないんですが、まあプレミアムも本当にねラインナップがね厚くなってくるということで、この先非常に楽しみですね。で下行きましょう。はい、トミカその他部長コレクション。まあまあまあここは落ち着いた感じで、まあ僕は予約はしてるんですけども、意外とこれ限られてるんですよね、販売店がね。で一番買いやすいのは多分ですが、皆さんね多分買いやすいのがセブンイレブンで買うことが一番行きやすいと思いますね。つまりはあのオムニセブンで注文してセブンイレブン店頭受け取りか、そうしていただくと一番買いやすい。今ちょっとね在庫があるかどうかわかんないですけどもね、まあ、もし気になる方はオムニセブンを覗いてみてください。まあお近くにあの取り扱いのね書店とかあればそちらでね買っていただければいいかなと思うんですけども、なければセブンイレブン、もしくはあの書店受け取りもできるいい本っていうねサイトもあるんで、そちらでね買ってみてください。ちなみに今月は徳川家康の CHR でございます。なんか家康と CHR って結びつきにくいような結びつきやすいような、なんか難しいところなんですけどもね、まあトミカということで非常に楽しみです。で下行きましょう。結構今月はあります、販売店オリジナルのトミカで、これが一番最初に発売されるのかな、トミカショップオリジナルのねマツダ RX7。 はい、こちらはまあ先月先々月ぐらいにかな、これいじったのかな、いじったという言い方はちょっとね言葉があの悪いかもしれませんけども、これがね、まあいろんな方がちょっといろいろこう言われてるんですけどもね、どうやらこうちょっとね前のやつのそのままじゃないかと、ここら辺のね印刷とかのね
あれ落としただけじゃないかな、イニシャル D 系かな、それをちょっとリニューアルしたやつじゃないかなって噂というか、まあそんな気もしないこともないです。あ、ちなみにあのトミカショップオリジナルなので、この後ろのギアのガラスのところにはしっかりとトミカショップという文字が書いてあります。まあ一応ねコレクターなので僕も気になるんで買おうと思うんですけども、10月5日発売なんで土曜日なんですけども、僕ちょっととあるイベントで浜松の方に行っておりますので、はい、まあ分かる方は分かると思うんですけども、今は言わないんですが、ちょっと5日ね、実はね、いないですよ。急遽です。急遽5日ちょっといなくなるんで、買えない。欲しいな。まあといったところでございます。で、そのお隣が、ピタピア語オリジナルのね、今月は世界国旗トミカ、まあ毎年、じゃあ毎回か。まあいつも同じなんですけども、世界国旗で、今回はニュージーランドの国旗でございます。非常によく似合ってる。ボンネットにニュージーランドの、このね、国旗はすごく似合う。かっこいいな。で、ちょっとこのルーフのね、この星のデザインもね、ちょっと気になるところなんですよ、これね。これなんか可愛い感じでしょ。だからね、ちょっとこれ楽しみ。ちなみにこれ予約開始が確か、来週かな、来週の火曜日の8日の、多分10時からだったと思うんで、気になる方はね、アピタピアゴのね、サイトの方ね、チェックしてみてください。なかなか近くで取り扱い店舗ってないんでね、アピタピアゴって。まあ、お忘れなく。で、続いて、本当にいっぱいありますが、フェアレディ Z の50周年アニバーサリーコレクションですね。はい、50周年ということで、GTR やね、フェアレディ Z、いろんなね、コレクションが出ておりますが、今月もタカラトミーモールオリジナルになるんですけども、フェアレディ Z のこの3台のセットが登場になります。非常にかっこいいセットです。いいですね。S302Z34 が2種あって、左が日数網になってて、右がアニバーサリー、これがまあ特殊というか、まあね、特別なラッピングにはなってるんですけども、これの赤色は僕は高速のキャンペーンのやつでね持ってますね。確かそうだったよね、じゃなかったっけ間違ってたらごめんなさいですけども、まあこれも一応ね、タカラトミーモールで予約はしてて届くのを待ってるんですけども、ひょっとするとね、まあトミカショップとかでも販売される可能性があるんで、まあ気になる方はちょっとね、そのあたりもねチェックしてみてください。ちなみにこれは今あるのかな、ちょっと見ておきましょう。はい、あ、一応まだね予約することはできるんで、まあ気になった方はね、タカラトミーモールのサイトでねお早めにね購入してみてください。で、戻りまして、あ、トミカの公式ページは以上ですね。まあ結構今月も本当にいろいろと出ますね。ギフトにね、オリジナルに、武将に、プレミアムに、一番多いのがまあドリームトミカになってくるんですけども、ハイパーレスキューに普通のトミカと、まあいろいろございます。で、ここにね、載っていないトミカでもいろいろありまして、今月はね、株主優待のトミカが配布される月になってて、まあ、2台のセットで4台のセットあるんですけども、それにもね、50周年のね、GTR やフェアレディセットがね、含まれてるんで、僕ね、いつもね、株主優待のね、トミカって、オークションとかそういうので買うんですけども、今年はちょっと値段上がりそうな気がしますね、4台セットね。とにかくその4台っていうのがね、もう普通の2台がスープラとシビック、それだけでも熱いのに、4台セットになるとそれに GTR とフェアレディ Z でしょ、すごいよね。うん、とにかくすごい、本当にね、値段が上がりそうなんで、まあ皆さん結構ね、構えてる人もいるかもしれませんが、なるべく安くね、お金持ちの人売ってください。株主優待売ってください、お願いします。で、このね、サイトに載ってる以外で、ちょっと注目しておきたいものが、ちょっと1点だけかな、ありましてですね、触眼のトミカですね、触眼トミカ、ちょっと見ておきましょう。僕が結構ちょっと買い物するね、触眼王国さんというサイトがあるんですけども、はい、こちらではもうすでに、ソールドアウトね、完全に予約完了にはなってるんですが、これですね、トミカ標識セットね。いや、これはね、熱いよ。正直熱いです。激熱ですね。発売はね、ここに書いてます。10月の21日になってるんですが、まあ、触眼ということがあって、まあ、結構、いろいろこう、発売日ブレたりします。で、一箱の価格がこれ500円ね。で、それぞれ、箱にはトミカと標識がついてて、多分触眼なんで、あ、ガムか。ガムって書いてあるんで、それがついてて、全5種発売ということですね。いや、こんな、なんか、ね、ワクワクしちゃう感じの触眼はめちゃくちゃ久しぶりです。正直めちゃくちゃ久しぶり。いやーすごいね。もうマジモンの本物のトミカが、まあよくね、カプセルトミカとかポケットトミカとかね、触眼では発売されるんですけども、普通のトミカっすよ。すげーな、標識付きで来ちゃいます。これはね、正直本当にあれですね、イオンのお菓子コーナーの担当の人に友達作った方がいいかもしれませんね。イオンじゃなくてもスーパーのね、お菓子コーナーの人にちょっと
早めにこう情報を入れてもらった方がいいと思います。すぐにね、マジであれです、転売する人がもうこんなの買い占めます、間違いないですね。あの数であって多分ね制限かけないと思うんですよ、まずお菓子コーナーに。スーパーもね、売れたら売れたでそれでもういいんで、もう見たら多分ね全部買う人とか絶対出てくるんで、これは本当に購入をねされようと思ってる方はねちょっとね頑張りましょう。僕も頑張ろうかなと思ってるんですけど、でちなみに僕自身は、スーパーに買いに行こうと思ったんですが、まあねちょっと当日行けるかどうかちょっと微妙なところなんで、とりあえずはあれです、箱買いします。ちなみにこの食玩王国さんで買うとね、これ本当ここで買おうと思ってたんですよ、値段安いですよ、税込みでね4290円なんですよ、10個セットで4290円なので、まあ2個ずつ多分入ってるんだと思うんですけども、ここで買おうと思ったんですが、ちょっともうすぐにこれ予約で完売になっちゃったんで、まあ別でね、なんかヤフーショッピングからその辺でちょっとね注文しました。値段がねちょっと高かったんですよ、もうすでに高かって、まあでもねそんなめちゃくちゃ高くないですよ、5000円ちょっとなんで、そんなすごく高くはないんですけど、まあ、とりあえずはボックス買いをしてるんで紹介はできると思うんですが、これはちょっと実店舗回って買いたかったなーってね、気分的にそんな感じなんですよね、見つけた感動とか味わいたかったんで、難しいところなんですけどね、まあそういった感じなんで、本当に食玩のこのトミカ標識セットは皆さん一番鬼門だと思います。なんだかんだで F40 より鬼門かもしれませんので、まあ気になる方はね、お近くのスーパーのお菓子コーナーにちょっとね聞いてみてください、そしてチェックしておいてください。はい、ということでございまして、今回はねトミカのホームページで今月の10月のね新しいトミカをねちょっとパッと見ていきましたが、さあ今月も本当にいろんなねものがたくさん勢揃いしておりまして、で増税もありましてね、いろいろとこうお財布のね紐が固くなっているのか緩くなっているのかちょっとまあ難しいところなんですけども、トミカに関してはねお財布も紐も何もあったもじゃないこの僕ですけども、はい、まあ楽しくね今月もいろいろとね紹介できればなと思っておりますので、ぜひね楽しみにね回っていてください。でちょっとこの長くなりすぎたんで、プラレールはまたね別のね動画を撮りたいと思っております。ちなみにプラレールの方ね、先ほど覗いたらまたちょっとこれ熱い情報があったんで、またね熱く語ろうかなと思っておりますんで、ぜひねそちらの方も合わせてご覧ください。ということでね、今回ねこの辺にしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやねインスタもやってますので、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。